伊藤幸は、北海道下川町出身の女子、スキージャンプ選手である。北海道下川商業高等学校卒、土屋ホーム所属。2014年ソチオリンピック日本代表。2013年世界選手権、混合団体金メダリスト。2015年2017年個人銀、メダリスト、スキージャンプワールドカップ女子5勝。 父方に伊藤直人をはじめ全国大会上位に入賞したジャンプ選手を持ち、母方には実母の北島誠知恵などアルペンの全国大会上位入賞者を持つスキー一家である。弟の伊藤正光もスキージャンプ選手。4歳の時、父の伊藤勝彦がコーチを務める下川ジャンプ少年団でスキージャンプを始めた。2006年夏には、 日本最年少の小学6年生にして大倉山ジャンプ競技場を飛んで注目を集める。翌2007年3月に札幌で行われた FIS コンチネンタルカップでは日本人最高の4位入賞を果たし、翌日には日本目に最長不当の95メートルをマークして3位に浮上し、女子コンチネンタルカップ史上最年少で表彰台に上った。2009年2月には リベレツで開催された世界選手権に初出場。2011年3月9日、ザオージャンプ競技場でのコンチネンタルカップで国際大会初優勝を果たした。2011年はエストニアのオテパーで開催されたノルディックスキージュニア世界選手権2011に出場し3位。2013年2月にバルディフィエンメで開催された世界選手権の混合団体に 伊藤大輝、高梨沙羅、竹内拓と共に出場し、金メダルを獲得。2013年4月、同郷の笠西のりきが監督を兼務する土屋ホームへ入社。2013から14シーズンのワールドカップでは、序盤の2戦を除いて一桁順位の成績を残し続け、2014年1月18日に、ザオーで行われたワールドカップで2位に入り、 初めて表彰台を獲得した。ソチオリンピックでは1本目で97.5メートルを飛んで10位につけると2本目は全選手中にくらいの101.0メートルを飛んで順位を上げ7位入賞を果たした。競技後2回目は吹っ切れた感じで納得できるジャンプができた。本当に充実した逸話だったとコメント。ただ1回目の出来には納得がいかず、 揃えられなかったのが残念とコメントした。五輪後の W 杯でも安定した成績を残し、4度表彰台を獲得。最終戦、プラニツァ大会の結果により逆転で総合3位入賞を達成した。このシーズンは個人戦16戦に出場し、14戦で一桁順位に入った。 2014から15シーズンは開幕より W 杯での表彰台獲得はなく、世界選手権までの最高成績は2月1日のヒンツェンバッハ大会での4位。2月20日、ファールンで開催された世界選手権個人ノーマルヒルでは1本目89.0メートルで4位となると2本目で93.0メートルを飛んで2位に順位を上げ銀メダルを獲得した。 混合団体でも、銅メダルを獲得。世界選手権後の宮様国際では、高梨を抑えて4年ぶりにノーマルヒル、ラージヒルの2巻を達成。W 杯は3月13日の最終戦、オセロ大会でも7位でシーズンを通して、表彰台は獲得できなかったが、総合で5位に入った。2015から16シーズンは、ワールドカップ第3戦のニジニたギルで2位となりに、 シーズンぶりにワールドカップ表彰台に立った。その後、第7戦ザオーで5位に入るが、表彰台はならず、第15戦のラハティで3位に入り、総合8位となった。2016から17シーズンは、ワールドカップ開幕戦、第2戦のリレハンウェルで、連続2位、第5戦オーベルストドルフで3位に入り、好位を維持する。そして、 第7戦札幌で1本目に95.0メートルで、首位に立ち、2本目はこの日の最長不倒となる96.0メートルを飛んで、2位の高梨沙羅を12ポイント以上の差をつけて、ワールドカップ初優勝達成すると、翌週座王での第9 1例戦で連勝、韓国、ピョンチャンでの第17戦、オスロでの最終戦で合計5勝を挙げ、自己最高の総合2位に入った。 マタラハティで開催された世界選手権では2大会連続の個人銀メダルと表彰台編集サマージャンプ大会ありがとうございます。